はい、どうもトラキチの無課金ハオロード阪神純正編です。今日でログインが、1512日目ですね。はい、現在2023年8月7日の、お昼の12時10分なんですけども、今回ですね、契約書の方を、ね、開封したいなと思います。ゴールド契約書5枚と、あと S ラン確率 30% 契約書が2枚で、エージェントエースの、ね、累計の S ラン契約書も、開封したいなと思います。ぜひね、阪神の選手来てほしいです。はい、まあ、そのエージェントエースなんですけどね、もう累計終わりまして、もうランダムボックスも何もないんでね、もうすでに全て終わりましたんで、もうこれで終わってます。はい、累計チケット獲得枚数も902枚なんでね、終わりましたんでね、ランダムボックスないのがちょっと寂しいですけどね。はい、まあまあしゃあないですね。はい、はい、それではね、契約書の方を開封していきたいなと思うんですけども、まずはゴールド契約書5枚からいきます。1枚2枚3枚4枚5枚ですね。はい、そうですね、できればまあ S ランク来てほしいです。お願いします、 S ランク来い。さあどう、なんもなさそうやな。オール P かな。うん、リラックっぽいですね。はい、まあまあまあ、まあ、はい、オール B でしたね。残念です。はい、続きまして、S ランク 30% 逆賞2枚ありますけど、これ1枚ずついきますね。まずはエージェントエースのやつですね。これいきます。ぜひ S ランク来てほしいです。お願いします、 S ランク来い。レッツゴー。さあ来てくれ。さあ S ランクはないかな。うん、則本選手、楽天ですね。はい、残念。はい、続きまして2枚目ですね。飛翔レベル15達成の報酬の S ランク確率 30% 記録していきます。ぜひ S ランク阪神来てほしいです。お願いします、S ランク来い。うん、ないか。ないか、 S ランクはないか。シュート選手、ソフトバンクですね。はい、残念やな。30%2 枚とも A ランクでしたね。残念。それでは最後に、エージェントエースの累計ですね。S ランク役所、これいきたいなと思います。もうこれはぜひ、阪神、来てほしいです。お願いします。阪神、来い。さあ、阪神、来い。お、出てきへん。うん、高橋選手、中日。はい、いやー残念やな。はい、阪神かすりもせずですね。はい、残念です。はい、まあ今回こんな感じですね。ゴールド契約書5枚は全部 B ランクで、 S ランク確率 30% 契約書はどっちも A ランクで、まあ、S ランク契約書も、阪神こずということでね、非常に残念な結果ですけど、まあまあまあ、まあ、またね、ミキサーとかでも使えますんでね、 A ランクも S ランクもね、はい、まあ、それでまた強化できればなと思ってます。はい、はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金覇王ロード阪神純正編でした。